あと、グは、南北朝時代の苦行、三条、金忠の日記、金忠後期、合主工事内復とも。記名は、金忠の七世の祖、三条実報の日記、熊マにちなむ。記録期間は、内大臣在職中の塩分6年1月から皇居、4ヶ月前の英徳3年8月までの約22年間に、及び、この間に、常時元年、同四年、英和元年、 攻略2年の4年分を書くが、かなりの部分が伝損している。内容は、日時期とそれに付帯する文書類からなる。日時期は、長儀、法営に関する記事を中心に、後部の政治情勢、思想状況や、花壇の様子など様々な情報を伝え、区間期、思慮期とともに、北朝後期の公家社会を知る上で貴重な資料である。また、金忠は、 夕食古日について、当院皇帝、小賀野友道ら書家と取り交わした書状を保存していたため、それらの原本や写本が日時期と共に伝来する。特に過重寺教験との往復書状は、指紋書と題され、独立した書物として扱われる場合もある。自筆原本はすべて巻古僧で、その大部分にあたる三十軸が、東京大学資料編纂所書に所蔵され、 一括して重要文化財に指定されているほか、一軸が陽明文庫に段官学内庁所領部、御事教学文庫に所蔵される。日時期の領紙は前年の金歴や消息映像の保護紙の裏を利用したものが多いが、当年の愚中歴に直接記入している巻もある。写本としては、資料編纂書の21冊本、内閣文庫の22冊本、 29冊本、京都大学の菊定本17冊、平松本28冊、書領部の破出本34冊、陽明文庫の32冊本、聖華道文庫の16冊本、水戸商工館の12冊本、岩瀬文庫の19冊本、東京国立博物館の37冊本をはじめ、書本が多く伝存しているが、その間に内容の出入りが少なくない。漢本は、 資料編纂書の編集に係る第二本古記録に本国が収録され、岩波書店から出版されている。ありがとうございます。